キチャンネル。ジョン。こんにちは。新企画。はい。はい、こちらはですね、コメント欄に、コメント欄だったかツイッターのなんかコメントだったか忘れちゃったんですけど、はい、この10億円選手、うん、新しい企画考えてやっていこうというところで、はい、今回はですね新企画です、はい、前回ね出した動画は、うん、フリーで12ポジション決めて10億円どれだけ上がるハブ、ね、あるかっていうのを、はい、浜さん今2連覇中、はい、今回はですね12球団別、はい、12ポジション1球団1人だよ10億円企画です。これもし被ったとするじゃないですか、うん、で取れなかった時にもう全部のバランス崩れるんですよ。そうそうそう、だから今回はもう必ずこの選手は取んなきゃいけないっていうところのもうドラフト制です、はい、ポジション別じゃなくて、ポジションでせーのじゃなくて、うん、誰取るせーのなんとかですっていう感じで、はいはい、で埋めていく感じで埋めていく。で予算は同じ10億円、はい、結構難しいです。でしかもこのルールは前回10億円選手で取った選手はもう使えません。そうなんだから難しいんですよ。そう、新たな選手で、はい、だから被りしたら、だからもうすでにお互いで24人選ばなきゃいけないです。そうですね難しい。答えは1年後企画、ね、いない、はい、ということで、はい、じゃあまずだからもう第1回選択希望選手だね。そうですね、本当のドラフトですね。うん、本当の、はい、よし、いいですか。はあ、はい、あなたのチーム一番誰ですかっていうね、はい、一番誰が欲しいですかっていう、うん、はい、いきますよ、せーの、源田由伸。おー、山本ですか。はい、もう一番高いキングの買い物をします。まだ行く、まだ5億ぐらい行く。次大丈夫ですか。メジャーに行ったら0円ですからね。あ、そうでしたっけ。だって日本いなくなるじゃん。あ、そっか、まだいますよね。いや、俺は2連覇したらポスティングであるんちゃうかって思うけどね。そうかもしれないすいません、山本で考えてなかった。メジャー俺は源田大丈夫です、攻めましょう。まだいる、まだいる、まだいる、追ってくれて、うん、まだいる、祈りましょう。そうだ、そうしよう。あとは複数年じゃないですよね。じゃない、まだじゃないと思います、はい、だからそこ、俺普通だと複数年っぽいのにっていうね。はい、一番怖いのはポスティング。そうですね、うん、俺源田が1億9000万、うん、いっちゃうかな、メジャー大丈夫です大丈夫、まだいる。そんな話もしたみたいな言ってますね、契約は。そうそう、だから俺はもう2連覇したらポスティング、だから俺はもう一切山本に触れなかったのよ。なるほど、いなくなったら困るっていう。そうですね、うん、だってそしたらマイナス3億7000万だからね、はい、もう無理だいる、はい、来年もいる。いや、ちょっと待って、続いてね、はい、続いて俺は誰取らなきゃいけないんや。私ここ行こう。オッケー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 。はい、はい、ということはもうサッさんは西武は選べない。そうそう、俺は西武は選べないし、袴田さんはもうオリックスは選べない。はい、うん、行くよ、はい、せーの、大城。ああ、小園です。あ、小園、はい、ショートに、うん、俺はね、大城5500万。サッさん、大城はどこで来ます。キャッチャー、キャッチャー、もちろん。小園選手はおいくらでしたっけ。2100万とかじゃない確か。そのぐらいでしたっけ、うん、次じゃあどこ行こうかな。俺小園入れてたからね。あ、そうなんですか。うん、DH で。あーDH DH 誰でもいい、誰でもいいからね。そうですよね、うん、よし、行くよ、はい、せーの、中村翔吾。あ ー同じセカンドですね、うん、私も吉川にしました。中村ポジションかぶりだね。はい、中村翔吾1億1000万。はい、でも私も欲しかったです。ちょっと予算的にどうかな。3億7000万いっちゃってますからね、はい、吉川3700万かなんかじゃないの。はい、さっき、ね、私選んで3700万。俺もなんか、まあ、選手の年俸に詳しくなってきたわ、まあ、吉川選手確か3700でしたっけ、うん、OK、はい、せーの、高橋周平。はい、誰ですか。山崎剛です、センター。あー、楽天の。俺はサード高橋周平7500万。まあ、センターも守ってるので、うん、じゃあ次いきます、はい、いいですか。はい、じゃあ続いて、はい、いきます。第5巡目ね。はい、せーの、近藤。おお、日本ハムね。はい、私ヤクルトの清水投手を抑えで起用します。近藤がね、
あの今年であの3年契約が切れるから、うん、年俸高騰するから、お3億ぐらいには。よし、はい。だってもうここからはもうほぼ被らないからね。半分ぐらいになったらもう被らないから。もう被んないですね、うん、はい、そう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 。次行きましょうか。せーの、青柳。先発、青柳です。はい、私中継ぎ、阪神の岩崎投手です。岩崎投手、今年 FA 取るので、うん、残留してもまあ5000万ぐらいアップするだろうと。まあ、阪神から出てく選手はいないからね。はい、今1億5000万なので2億予想です。青柳1億2000、タイトル取ったら2億円です。はい、はい、2年連続で1、2、3、4、5、あと6、半分終わったね。半分、そうですね、うん、あと、かぶんなそうですよね。あと俺と袴田さんがまだチーム別で言ってないのは DeNA だけじゃない。そうですね、うん、DeNA だけで、はい、あとはもう、うん、あの絶対かぶらないね。あ、じゃあ多分もうポンポンポンって言ってても絶対かぶんないです。そうだね、はい。じゃあ俺リリーフ、はい、もう言っちゃうよ。はい、今度ヤクルト、はい。じゃあ私キャッチャー戸柱選手、うん、3200万、はい、今度は戸柱選手は3740万。じゃあ次がで俺はね抑え、はい、伊勢、あ DeNA、はい、2760万、はい。じゃあ私ファーストロッテの山口選手、うん、1400万、うん。で、続いて、センター宗、去年外野を守ってるからね。5000万ぐらいですっけ、うん、5700万、うん。で、私はサードリチャード選手、うん、1160万。結構安めです。じゃあ続いて、はい、俺はねファースト、はい、三森、あソフトバンク、2400万、はい。で私レフト中日鵜飼選手、新人、新人、うん、来るって信じます。うん、ライト、はい、楽天、はい、渡辺、おー、吉明選手、うんうん、おー、確かね、1250万、はい。で私ライト日本ハム万波選手、うん、はい、はい。じゃあ最後、うん、お互い DH ですね。そうそう、はい、DH はだってもう誰でもいいんじゃない。じゃあ私から言いましょうか、うん、私は森友哉選手2億円です。2億、1000万でしたっけ、うん。これは広島、はい、ノマで3100万円。まあ、これがね、はい、12球団一人ずつだよ、一人ずつ、うん、っていうところで、はい、なんか被った俺と、俺は袴田さんと、うん、俺は DH で小園行こうかなと思ってたの広島、はい、うん。だからまあその中で使える額でまあノマにしたの。私なんか小園選手佐藤さん選びそうだなってなんか思ったんですよ、うん、なので早めに行っとこうと思って早めに。俺はもうショート源田って決めてた。あまだ増えるだろうっていう。そうですね、うん、確かにな。私考えてた人、まあ、近藤選手と宗選手ですかね。でも先に違う人を入れたので、まあ、他のバランスがあるじゃないですか。なので選ばなかったんですけど、うん、自分のリストの中にはいいなと思って入れてました、うん。まあ、そんな感じですね。そう、あとは前回で言うと、はい、俺栗原ここに持ってきてたのよ、うん、ソフトバンクワークで、はい。でファーストもできるし、はい、外野もできるし、うん、だから俺あとはね西川、うん、で杉本、はい、っていうところもこっちに持ってきてたんだけど、だからセンター宗入れたりとか、あ組み替えたんですね。そうそうそう、あと西あの広島の西川入れないから野間入れたりとか、うんうんうん、っていうところはあったけど。そうです、私もちょっと三森選手とかも考えました、うん、三森いいんだよ、どこでも守れるから、はい、そうなんです。本当。さあということでね、はい、これは12球団別の10億円選手、はい、答えは1年後です。山本投手心配だな。そう、もうや山本がもうメジャー行ったらもう袴田さんの負けです。もう100%負けですよ、はい、7000万ダウンですから負け。さあということでね、はい、皆さんもぜひ、ね、前回考えた人は前回と違う選手でね、うん、12球団別考えてみてください。はい。